こうですね。はい。今回ですね、ちょっと調べてみたんですけど、イソジンですね。これがですね、非常に、売れてます。はい。で、これをですね、新品、送料込み、売り切れでね、検索してみても、もう、全部売れてますね。はい。で、これなんで売れてるかっていうんですけど、まず今ですね、イソジンっていうのはですね、これはですね、ポピドン溶度っていうものがありまして、成分ですね。これは含まれていないですね。イソジンなんですね。はい。で、これでもですね、多少ちょっと安くなってしまったんですけど、仕入れ額かなり、高く売れてるんですね。はい。で、これですね、なんでかと言いますと、新型ウイルコロナウイルスに感染した際にですね、重症化の予防になり得るっていう、研究結果が出てるようなんですよ。なので、イソジンね、出品するとですね、売れるんですけど、この商品はですね、ポピドン溶度が入っていないですね。で、ポピドン溶度がですね、入っている商品ならですね、コロナウイルス感染の重症化をですね、4倍防ぐ力あるようなので、それらの商品をね、出品していただければ、さらに、高く売れる可能性があります。ぜひね、探してね、出品していただければいいかと思います。ただですね、今、メーカーの方でも、イソジンの方が、品切れ状態なので、ぜひね、持ってる方とか、いましたら、この商品は規約違反ではないので、ぜひね、出品して稼いでいただければね、いいかと思います。ぜひ試してみてください。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、登録後によろしくお願いします。今回動画は以上となります。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。